スサッカー部です。私たちは現在中学生から社会人のクラブチームとして活動しています。年間を通して戦う北信越リーグをはじめ各カテゴリーに分かれた大会もあります。幅広い年代で個性あふれるこのチームに興味のある方はぜひお越しください。卓球部は全国21都道府県から選手が集まり、北信越チャンピオンとしてインカレ出場や海外プロリーグ参戦などしています。またボランティア活動を積極的に行い、地域から応援される全国上昇チームを目指しています。卓球部ではマネージャーとして選手をサポートしてくださる方も募集しています。お気軽にお越しください。男子バスケットボール部です。私たちはインカレ出場を目標に活動しています。練習では厳しさの中にも楽しくバスケットボールを行っています。男子バスケットボール部ではマネージャーとして選手をサポートしてくださる方も募集しています。ぜひ体育館でお待ちしております。私はアーチェリー部です。実は我がアーチェリー部はインカレや国体、全日本選手権に出場しています。ほとんどの人は大学から始めた人ばかりで、みんなフレンドリーな人が多いです。気軽に打つこともできます。興味ある人は一度見に来てください。待ってます。空手道部です。現在部員が10名おります。部員の中には大学3年生になってから始めた方もいます。この部活に入部することによって礼儀作法や護身術が身につきます。未経験者から経験者まで男女流派問わず幅広く歓迎しております。ぜひお気軽にお越しください。ありがとうございました。未経験者でも大歓迎。さまざまな部活から集まってメリハリのある稽古を楽しむ部活です。少しでも興味のある人はぜひ一度やってみませんか。こんにちは、自転車競技部です。自転車競技部といえば、競輪やロードレースなどを思い浮かべる人も多いと思いますが、それ以外にもスプリントやポイントレースなど多くの種目があります。過去に何人もの競輪選手を輩出している伝統ある部活動です。私たちの部活動では選手以外にもサイクリングをしたい人も募集しています。ぜひ興味のある方は学生課や顧問の松村先生までご連絡ください。よろしくお願いします。ストリートダンス部は現在新入生含め44名、経験者学部問わず活動しています。私を含めた大学から始めた未経験者もたくさんいます。大学の学園祭や謝恩会はもちろん、石川県の大学のダンス部合同で主催するアップ公演というイベントに向けて日々みんなで楽しく練習しています。こんにちは、バレーボール部です。私たちは学部問わず男女約30名で活動しています。未経験者も含めてたくさんいるのでぜひ来てください。バレーに興味がある人は見に来るか、自分たちを学内で見つけたら声かけてください。みんな来てね。医薬情報研究会です。この部活は医薬品や主に漢方について体験を通じて知識を深める部活です。今までは漢方を飲み比べたり、生姜焼きを焼いたり、健康相談会を開催するなどの活動をしてきました。部員は薬学部生が多く、薬や漢方に興味がある人におすすめです。こんにちは、気温学部です。気温学部は現在67名で活動しています。経験者はもちろん未経験の人も活躍しています。バイトを始めたい方はぜひお越しください。また Twitter や Instagram を通して活動の様子をアップしているので、ぜひフォローしてください。待ってます。茶道部です。私たちは金曜日に練習を行っています。学園祭ではお茶会を開き、日頃の練習結果を発揮しています。茶道を学ぶことで美味しいお茶やお菓子をいただけたり、礼儀作法を学んだりすることができます。大学から茶道を始めた部員も多いので、未経験者も大歓迎です。茶道部です。各展覧会や学園祭に向けた作品作りに取り組んでいます。学部問わず未経験の方でもお気軽にお越しください。吹奏楽部です。吹奏楽部は様々な学部の人が活動しているので、他の学部の人と交流したい人にはぴったりだと思います。また自分の好きな時間に来て練習をしたり、部室を自習場所としても使用ができます。バイトや学業などとも両立ができると思います。ぜひ一緒に演奏しましょう。
奏曲部です。私たち奏曲部は毎年秋に開催される学園祭や芸校祭、定期演奏会に向けて日々練習に励んでいます。未経験者や経験者、男女問わず大歓迎です。どのクラブに入ろうか迷っている方や興味のある方はぜひ見学に来てください。よろしくお願いします。私たちは薬用植物研究会です。活動内容はカレー粉作りやハーブティーの試飲などの様々な生薬を用いた活動をしています。薬学部生が中心ですが、他の学部の方々も興味のある方はぜひ薬学キャンパスアネックスの1階へお越しください。待っています。私たちはメディカルエンジニアリング部です。通称 ME 部と呼んでいます。私たち ME 部は臨床工学の知識を深めるとともに臨床で役立つ技術の実践も行っています。また今後 COVID-19 が収束すれば学外での活動にも積極的に参加していきたいと思っています。活動は月3、4回で、活動について3号棟の掲示板で表示しているので興味があればぜひ見てください。クリエイティブ研究会です。クリエイティブ研究会は男女計19人、コミュニティハウス2階、ものづくりラボで活動しています。活動内容は主にプログラミング学習、ものづくりラボの運営などです。プログラミングに触れたい、興味があるという人はぜひ一度コミュニティハウス2階、ものづくりラボに遊びに来てください。待ってます。囲碁同好会です。さまざまな学部の方と囲碁を通して交流を深めていきたいと思っています。また将棋も取り入れていきたいと思っています。興味のある方は初心者でも大歓迎ですのでぜひいらしてください。会計ラボは日商簿記検定試験の合格を目指すクラブです。簿記検定は年3回実施されます。試験対策として過去問題に取り組み、試験のポイントを共有したいと考えています。簿記検定は1級から3級まであるのですが、現時点でほとんどのメンバーが3級の合格を目指しており、スタート地点は皆同じです。わからないところを教え合って効率的に簿記の勉強したい方はぜひ参加してください。